はい、続けてやっていくというか、確かここだよね。うん。確か次元の狭間の入り口がここだったような気がする。はい。え、確かに戻れたはず。うん。で、進んでいて、最初砂漠だったかな？はい。でね、なんか HP を異常に減らしてくるモンスターが確か、あ、これだわ。確か別の場所でもこの敵と出会ってるんですけど、まあ、倒そうと思えば結構 HP 高いんですよね。なんか、1万はあったはず。あ、これは知らない。強かったっけ。さっきのよりは強くないはず。あ、うん、ですね。あ、これ第一世界最初の時に強かったやつだったかな。と同じ敵かもしれない。これはいけるので、弱点なんだっけ、火だっけ。ちなみにジョブは全部マスターしております。あ、経験値結構もらえるな。はい、道中ね、確かものすごく強いのがどこかで、真ん中かな。あ、ここで赤の我ら100年の間次元の狭間に封じられし魔物。ああ、はいはいはい。3人、7人ぐらいいたな。ここで、あ、ここでは戦わないのか。はい。宝箱を回収しよう。確かね、ラスターに行っても戻れたはずなんで。痛い。主食部はみんなジョブマスターしてるので、確かにすっぴんが強かったはずなのですっぴんにしてます。
モノマネ師もね強いんですけど、装備できないものがあるので、多分すっぴんは全部できるから、すっぴんの方が強いと思います。ただあのアビリティが3つ設定できるんですよね、モノマネ師は。真ん中のやつってあの1体なんか死のルーレットをやってきた覚えがあるけど、記憶違いかもしれない。即死を防ぐアイテムはなかったんじゃないかな。自爆痛いから回復させておこう。多分ボス戦の前にはセーブポイントがおそらくあると思うので、あ全員に聞いちゃうな。レベル上げた方がいいかな。1個まあ回復をさせて、ここはこうでしょうね。左から行くか。あ、正解っぽいな。宝箱回収しよう。3人にあのブンドルをつけてるんですけど、変えた方がいいかな。なんかアイテムいいの盗めたらいいなって感じでつけてるんですけど、ああこっちか。敵が多いな。なんか全体にダメ、大ダメージ与えるやつってない。あ、召喚か。今嫌なのが見えたけど、なんか効かなかった？あ、効いてないね。全員あの二刀流で武器を装備させてるんですけど、盾とか渡すとかいいのかな、わからない。魔法攻撃をメインにするキャラクターにはつけておいた方がいいかもしれない。と逃げるか。MP の消費が激しいな。
あ、ここって敵出ないんじゃないかな。多分ね。なんかあったっけ。はい。話せないですね。あ、なんかあったっけ、ここ。ここ確か回復ポイント。うん。30年ぐらい経ってるけど、正確には29年?今は2021年なので、で、このゲームが1992年だったかな?覚えてるもんですね。特に何もなかったかな?うん。一応散策はしますけど。うん。これ謎だよね。こっちも多分何もな、はい。はい。アイテムもないですね。これ初めて見たとき、顔なしの人かなと思った。顔がない人かなと思ったけど、多分後ろ向いてるだけなんですよね。うん。宿屋も何もないよね。いや、いっか。多分敵が割りましたね。おそらく火が弱点ではないかな。キノコっぽいし。そろそろセーブポイントが欲しいかなーってとこ、あ、こっちはいけないのか。逃げるか。こっちか。なんか違う気がするけど、なんか進んでるっぽいな。アイテム回収はどうしよう。動画がいてるか。なんかいいなるかな。レベル3フレアとか効きます？いいアイテムは盗めないですね。あ、もしかしたらレア枠にあるのかもしれないですけど。あ、やっぱこっちは、あの宝箱はちょっと後で取ろう。
確かレベル3フレアが効いたから。これだ。宝箱があって、これかな？確かなんかありましたよね、これ。うん。あ、これボスか。セーブポイントなかったんね。回復ポイントあったけど。あれ何？緑色の水晶かな？なんか盗みたいんだけど。それやめ。トップは、エスナで治りますか？このなぜか強いゴブリンパンチで、物理あまりいかないっぽいな。うん、そんなに痛くない。あ、リフレク、うん、はい、最初からかかってるよりいいですね。わかるんで。あ、これカウンターですか。カウンターでドレイン使われてる？わかんない。カウンターっぽいけど、どうだろう。うん、カウンターっぽいな。で、2回攻撃してるから2回使われてるから、メテオは効いたはず。倒したっぽいですね。あ、そっか、ジョブマスターしてるからアビリティポイントもらえないんですね。あ、この辺りでなんか強いやついた。オメガだっけ。それ痛い？結構痛い、結構痛い、結構痛い。結構強いんだけど、うん。セーブポイントがそろそろあって、でセーブポイントの先にその強いのがとか入れたりしなかったっけ。あーっと、これなんか嫌な感がする。ちょっと逃げさせてセーブしたいので、こんなところで死ぬわけには。死んだら結構ゲームオーバーになるんで、かなり戻されると思う。ひとまずセーブを。あれだな、あれ。
あれだ。あれに合う前にセーブあるよね。戦ってもいいか？弱点わかんないけど。あ、そんなに強くないか。いや、強いよ。ダメージいて。あ、待って、回復されてる。強そうなのが出たら逃げる。多分ねセーブポイントあったはずなんだけど、そしてエンカウント率が高い。ああ、さっき逃げたやつか。あったあった、よかった。まあよかったんですけど、多分あれと戦わないと、確か避けることはできたと思うけど、避けれなかったら大惨事なので、なんか対策あったかな、なんかねうまいことやれば倒せるんですけど、てか昔倒したんですけど、一応セーブはしておいて、なんか対策しないといけないんですよね。どうやるんだったっけな。とりあえずよっけ。はい、いけた。なんかある？ね、ないか。多分、ちょっと、したらまた戻ってきて戦うと思うんで。これは？ああ、さっきのやつですね。さっきのオメガで、シンデューってやつも確か、先にいたはず。ん？あ、これ戦闘かな？なんか現れましたね。悪魔っぽいのが。ああ、これは、息聞く？あ、弱点っぽいな。あ、こやつもドレインをしてくるのか。何が効くかな。とりあえずゴブリンパンチで。うん、カウンターっぽいな。どれくらい食らう？痛い。
HP ちょっと、4桁は確保しておきたい。で、プロテスで防御上げられたので、物理攻撃は、多分半減ぐらいになっちゃってるんで。あ、ゴブリンパンチ、あ、それや。それはやだ。メテオとかの方がいいかな。あ、倒しましたね。なんかこっちが強くなったのもあるかもしれないんですけど、なんかまで戦ったボスの方がなんか強かった気がする。例えばススを盗んでススを落としたけど、ススって何のアイテム？どこにあるこれ。なんか整頓してもね、なんか何色になるのかなこれ。え、ね、ススって何？武器？頭？この。え、アクセサリー？待って、ススって何？説明が何もない。説明がないな。でも、あ、投げるものか、これ。あ、はい。これが次元の頭の、いや、もうすでに次元の頭か。うん、ブンドル持ちは一人でいいかもしれないな。で、一人が盗んだら、普通の攻撃と変わらないですからね。攻撃当たらん。だって回避率高いの？当たらんな。聞く？聞かない。バイオとか聞く？うん、弱点見ればよかったか？当たらんよね。うん、当たらないので。これそんな強くなかったっけ？いや、もしかしたらなんか強い攻撃してくるかもしれないですけど。確かね、お城みたいなところがあって、その先がなんかラストダンジョンだったような気がするんですが、なんかあったかな。で、お城が結構長かったような気がする。サンダー
真ん中やってみるか。あーやっぱ当たらないな。回避率 75% ぐらいかね、これは。あ、こっちの命中率が低いっていう可能性もあるけど、これ何もない？何もないか。さっきからこのちょこちょこと手に入れている竜の牙っていうアイテムは確かね、調合で使った気がする。どちら？こっち？あー、あのスイッチ押さないと。これ、あー、どうなってるこれ。この城の形状って対空城にちょっとなんか嫌な。先こっち行こう。あーっと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 、やっぱデスクローってデスクローを使ってくるよね。盗めませんか？あ、それ結構強いやつじゃなかったっけ？確か1個持ってますけど。1個？ 1 つ？ 1 本？待って、こっち行ってないよね。あ、何もない。左右対称かな？じゃあこっちも宝箱かな？はい。じゃあ、あそこ降りるしかやっぱないか。はい。こんな敵いたっけ？硬いな。多分 HP 高いと思う。雷弱点だったりする？違うっぽいな。ファイブラで見るか。61。うん。ああ、水ですか。じゃあ、アクアブレスで。いや、ゴブリンパンチの方が強くないか。いや、いった。あ、混乱は痛い。
じゃあフレアとかするか。ちょっとあのモーションが長いですけど、あんまり行かないな。あんまり行かないっていうかこんなもんか。いや、そうなるとやっぱりあの消費 MP0 で使えるゴブリンパンチが有能なんだよな。これのダメージ計算どうなってるのかわかんないですけど。やめてー。召喚師とか連れた方がいいのかな。召喚師っていうかあのアビリティで。アーマホー2人もいらない気がするな。違う違う違う。プールが黒魔法か。黒魔法を召喚にするか。装備がね、いちいち変えないといけないのがこれ大変なんだけど。きちんとしてる人はね、あのカットとかするんでしょうけど、あのおじいさん絶対怪しいよな。女の人も怪しいし、左、とりあえずここ何もないよね。どっから行こう。ん？お主らか。これいいんじゃろ？そうか。では、ここに用はあるまい。はい。いや、待って、ちょっと、いいにしたけど、今。あれ待って、これ、あの、ループするんだけど、はいにしないといけないのか。はい。逃がしてくれなかった、いいにしても。ちょ。とりあえず、ブンドルで。ああ、エリクサー。まあ、ゴブリンパンチやっとけば強いんじゃないかな。なんかね、バッツのゴブリンパンチが強いんだよね。攻撃力に依存してんのかな。待って、メッテは全然いかないんだけど。あーやめて、それ。何でしょう、メッテあんま行かなかったよね。とりあえず回復をして、あ、これ老化じゃなくて徐々に老化か。だからまだ大丈夫なのか。てか老化したらどうなるんだ。能力が弱くなる。てかラーニング してなかったのか。まだなんか、あー、俺はちょっと覚えてなかったの。セーブができるっぽいですね。ボスとかね、一回倒したらあの終わりですからね。